風で弱った体に最近妙に流れているそんなあなたにユユンケルがあるユンケケルルがこんばんばは私はアメリカで野球をやっている者です今年はホームランを46本打ち投手としても勝ち星が9個しかあ9個となかなかいいシーズンでしたしかし来年はこれ以上の成績を残せるかプレッシャーでいっぱいですそういう時どうしたらいいでしょうかいっぱい練習しろ翔平翔平 おい、聞いてるかおい、翔平。翔平を救いたい。おい、翔平。おい、翔平。お前、46本もホームラン打って、で、急勝して、来年これ以上の成績出すしかないだろう。プレッシャーは、どうしたってくる。逃げられない。じゃあもうかけようと。おい、お前、46本打っただけで、満足してるんじゃないか。打率何割だお前、2割台だろ。3割台目指せよ。 3割取って46本打って、100盗塁して、それで、え100打点やって、で、15勝したら、そしたら初めて認めてやるよ。おい、翔平。翔平。お前、ジータ握手してたろ。翔平。おい、翔平聞いてるか翔平。お前、タティスジュニアにサインもらったやろ。なぁ、平。おい、翔平。ユンケル、ユンケル、ユンケル ユンケル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 でしょ